平野翔帰国。羽田空港に集結したファンと異例の警備体制が話題に。羽田空港に熱狂的なファン殺到。驚愕の警備体制感動の瞬間。平野翔さんの帰国は、ファンにとってまさに一大イベントとなりました。彼がフランスから戻ってくるというニュースが広がると、SNS を通じて瞬く間にファンの間で話題となり、多くの人々が羽田空港へ集まりました。 その熱狂的な歓迎ぶりは、彼の人気を象徴するものであり、同時にその場面を目撃した多くの人々に感動を与えました。しかしながら、ただの喜びだけではなく、帰国の際に設けられた異例の警備体制についても多くの注目が集まりました。この出来事が示すものは、現代のアイドルとファンの関係、そして社会が彼らにどのように対応すべきかという新しい課題です。まず、 この日羽田空港に集まったファンの数は決して多くなかったと言われています。だが、その少数のファンですら、SNS を通じて拡散された情報により、想像以上の影響をもたらしました。わずか50人ほどのファンが引き起こしたこの騒動は、現代におけるファン文化の変貌を映し出しています。昔のように、数千人のファンが空港に集まり、アイドルが登場する瞬間を待つ時代とは異なり、 今では数十人でも大きな注目を浴びることが可能です。SNS やオンラインプラットフォームを駆使し、短時間で瞬時に情報が拡散され、遠方のファンもリアルタイムでイベントに参加することができる現代。こうした背景が、今回のような少数でも影響力を持つ出来事を可能にしています。平野翔さんが到着した際、ファンたちは彼の姿を少しでも見るために、 下の隙間から足元を覗くという異例の行動に出ました。このシーンはまさに、羽田の奇跡として語り継がれることでしょう。平野さんの人気がどれほど高いか、そしてファンが彼にどれほど強い思いを抱いているかを象徴する瞬間でした。しかし、ここで私たちが注目すべきは、なぜこれほどの厳重な警備体制が敷かれたのかという点です。ファンとアイドルの関係がどれだけ親密であっても、 そこには一定の距離が必要とされることがこの事件から明らかになりました。ファンの中には、平野さんのスケジュールが事前に公開されず、突然の到着に驚いたという声もあります。一方で、彼の安全を守るために、事前に詳細な情報を控えることが必要だったという見方もあります。アイドルの帰国がこれほどまでに注目され、かつてない警備体制が取られるというのは、 彼の知名度が国内外で高まっている証拠でもあります。しかし、それだけではなく、私たちはここで一つの疑問を投げかけるべきです。アイドルとファンの距離感、そして彼らの交流がどのように変化しつつあるのか。かつてはもっと自由でオープンな交流が可能だったのかもしれませんが、今ではその形が変わりつつあるのです。平野さんはフランスでの活動を終え、無事に帰国しましたが、 彼の海外での活躍もまた大きな話題となっています。海外での仕事に対する彼のプロ意識や姿勢は、ファンだけでなく多くの人々に感銘を与えました。特に日本国外での活動が多くなると、アイドルとしての彼の立場はますます国際的なものとなり、ファンの期待も高まっていきます。しかしながら、国際的な舞台で活躍する中で、日本国内での彼の動きに対しても、 これまで以上に厳しい視線が向けられるようになるでしょう。ファンは彼を温かく迎え入れる一方で、アイドルとしての彼の立場や、社会的な責任をどのように捉えるべきかという新たな課題が浮上しています。SNS 時代におけるアイドルとファンの関係は、これまでとは全く異なるものです。SNS を通じてアイドルの動向がリアルタイムで伝えられ、ファンは常にその情報を追いかけています。 情報の即時性が高まる中で、ファンとアイドルの距離は一見近くなったように感じますが、その一方で、物理的な距離やセキュリティーの面での制約がより強く求められるようにもなりました。今回の羽田空港での出来事は、その典型的な例と言えるでしょう。SNS での拡散によって少数のファンが集まったものの、その熱気と勢いは予想を超え、警備の厳重さも相まって異例の光景が生まれましたまた。 ファンの中には、今回の警備体制について批判的な意見も見受けられます。彼らの声には、もっと平野さんとの距離を縮めたいという願望が込められています。しかし、これほどの人気を誇る彼にとって、安全面の配慮は不可欠です。アイドルとファンの関係がますます親密で感情的なものになる一方で、現実には一定の距離を保つことが求められます。これは、アイドル自身の安全はもちろん、 ファン同士の安全を確保するためにも重要な要素です。特に、平野翔さんのような大人げアイドルの場合、ファンの一部が過熱することもあるため、バランスを保つことは極めて困難です。ここで、ファンとアイドルの関係についてもう一度振り返ってみましょう。アイドルはファンに支えられて成り立つ存在ですが、その一方で、ファンもまたアイドルを支えることで、自分たちの生活に大きな意味を見出しています。 この相互依存的な関係は、長年にわたり多くの例が示している通り、非常に強力で、時にはリスクも伴うものです。平野さんの帰国時に見られたような熱狂的なファンの行動は、彼に対する愛情や敬意の表れであると同時に、ファンの側からの一種の承認欲求でもあります。彼を間近で見たい、少しでも接触したいという思いは、ファンとしては自然な感情です。しかし、それが度を超えると、 アイドル自身の負担となり、また周囲にも影響を及ぼす可能性があります。ここで一つの提案として、ファンとアイドルの間に新しい形の交流が必要だという点を挙げてみます。例えば、オンラインでの交流イベントや限定コンテンツを通じて、物理的な距離を保ちながらも、より深いつながりを築く方法が今後さらに進化していくかもしれません。コロナ禍を経て、リモートイベントが一般的になったように、 アイドルとファンの関係も新たな形を模索していくことが求められています。これにより、今回のような安全面の懸念も軽減され、ファンも満足感を得られるのではないでしょうか。一方で、平野翔さんの海外での活動にも注目が集まっています。日本国内だけでなく、国際的な舞台でも活躍する彼にとって、ファンの期待はさらに高まるばかりです。フランスでの彼の動向が SNS を通じて広まり、 帰国際的な活動が増える中で彼の人気はますます拡大し日本だけでなく海外のファンも増加していくでしょうこうした状況下で彼がどのようにファンとの距離を保ちながらも世界中のファンに向けて活動を続けていくかが今後の課題となりますファンとの距離感だけでなく平野さん自身のメディア戦略や ファンとのコミュニケーション方法も今後は大きな影響を与えるでしょう。SNS の利用が一般化した現在、アイドルは一層自分の情報発信に慎重になる必要があります。ちょっとした発言や行動が瞬時に拡散され、大勢のファンに影響を与えるため、彼がどのように自分自身を表現し、ファンとコミュニケーションを取るかが大きなポイントになります。彼の個性やプロフェッショナルな姿勢がファンに対してどのように映るのか。 そしてそれが彼のブランドとしてどのように確立されていくのか、これはアイドルとしての彼の将来を左右する要素の一つです。さらに、ファンの熱狂的な支持が生み出す影響についても考える必要があります。熱心な支持は時にポジティブなエネルギーを生み出し、アイドルの活動をさらに盛り上げる要因となりますが、同時にそれが過剰になると逆効果になることもあります。平野さんのように、ファンとの交流が密接でありながらも、 一定の距離を保つことが求められるアイドルにとって、ファンの期待をどのようにコントロールし、過度な熱狂を防ぐかが重要な課題となります。今回のような異例の警備体制も、その一環として捉えることができるでしょう。平野さんの帰国に際して、ファンとの物理的な距離が取られた一方で、彼の芸術的な活動や姿勢は、ファンとの精神的な距離を縮め続けています。彼のように、 表現者としての姿勢を貫き、ファンに対して真摯な態度を持ち続けるアイドルは、長期的に見ても強い支持を得続けるでしょう。ファンの支持が彼の活動を支える一方で、彼自身もまたその期待に応えるべく努力を続けています。この相互作用が、アイドルとファンの関係をさらに深いものにしているのです。最後に、今回の羽田の奇跡は、単なる一時的な出来事ではなく、 ファン文化やアイドル業界の今後のあり方を考える上で大きな示唆を与えてくれる出来事でした。ファンとアイドルの関係がどのように変化し続けるのか、そしてその中で彼らがどのように新たな形を見出していくのか、これは今後のエンターテインメント業界全体にとっても重要な課題となるでしょう。ファンとの絆を大切にしつつ、安全と節度を保ちながら、新しい形の交流が生まれることを期待したいと思います。 平野翔さんの今後の活躍とファンとのさらなる絆の発展を心から願っています。